はい、こんにちは、こかめです。今回はアピカのプレミアム CD ノートブック紳士のノートを紹介したいと思います。ということで、こちらは実写タイムで結構使っているノートかなと思います。すごく滑らかな質感の紙になっていて書きやすいなと思います。気に入っているので紹介していきたいと思います。ということで、こちらが紳士のノートになっています。このね、表紙めちゃくちゃかっこいいですよね。おしゃれです。中の紙もそうなんですけど、この表紙にもこだわりがすごく詰まっています。まずこのように見てもらうと、ちょっと輝いてますよね。ちょっとラメっぽい感じで光ってますよね。星屑ではないきらめきが特徴の特殊紙、キュリアスメタルっていうものを使用しているみたいです。フランス製の個性的な高級紙ということです。厚さもね、結構あってしっかりしてますね。で、やっぱりこの飾り系すごい重厚感ありますよね。アピカの前身、日本ノート時代から使われている飾り系をベースに、プレミア CD ノートブックオリジナルの飾り系を書き起こしましたということです。このようにね、すごい細かいデザインになってます。で、ちょっと分かりにくいと思うんですけど、ちょっとしたこだわりというか、細かいところもかっこよくなっていて、こちらこの CD ノートブックって書いてあるところが書き出し加工っていうものを施されています。後ろを見ると分かるんですけど、このようになってますね。分かりにくいんですけど、浮き上がってます。テクロスに刻んだプレミアの気持ちはこだわりの印みたいです。かっこいいですね。この裏はシンプルになっているんですけど、やっぱり紙がかっこいいですね。で、最初に言った滑らかな質感の紙っていうのはオリジナルの筆記用紙を採用していて、万年筆でもボールペンでもさらりと書けるシルクのように滑らかな書き心地が特徴です。本当にこれは一回触ってみてほしいです。これ本当滑らかで、よく猫がこの A4 サイズのノートに寝転がりますね。まあ、これが理由かわからないんですけど、本当それぐらい気持ちいいです。この滑らかさがペンの良さをね、一層引き立ててくれます。そしてこのようにパッと開けてあると思うんですけど、フラットに開いて書きやすい糸がかり閉じを採用しています。こちら A6 サイズとちょっと小さめのノートになっているんですけど、このようにね、パッと開けるようになっています。だからね、こうやって書きやすくなってますね。例えばね、まあ、A6 より大きめのノートになっているんですけど、このように丸い状態なので書きにくいと思うし、手を離してしまうと閉じてしまいますね。勝手に閉じてしまったり、盛り上がってるのでね、書きにくいっていうことがあると思うんですけど、全然そういうことがなくってすごくいいです。ストレスなく書けるなと思います。ということで、この3つ書いてみたんですけど、やっぱり滑らかな質感の紙になっているので、すごくね、引っかかりがなくって滑らかですね。万年筆が特に分かりやすくて、他のノートと比べてみるとこの紙の方が滑らかに書けるなということが多いです。書いててね、すごく気持ちがいいので、なんかお絵かきする時とか、文房具ペンを使ってみたいなという時にね、この紙を使ってみるといいんじゃないかなと思います。より文房具を楽しめるんじゃないかと思いますね。ということで、こんな感じが CD ノートブックの特徴になっています。すごくね、こだわりがたくさん詰まったノートだなっていうのを感じたと思います。サイズがね、すごくたくさんあります。 A4、B5、A5、 そして 120×140mm で、今回私が紹介したのは A6 サイズです。私は A4 サイズも持っているんですけど、このぐらいの大きさになってますね。 A6 サイズを大きくした感じ、 A4 サイズを小さくした A6、 すごくミニチュアサイズで可愛いなと思います。で、3色あるんですけど、系内容によって色が違くて、罫線の場合はブルー、方眼系の場合はレッド、
そして黒は無地になっています。私はブラックなので無地ですね。にブルーも持っているんですけど、すごい輝いていて、これもかっこいいですね。でブルーということで、このように罫線が入っています。好みの罫内容と色が合わない場合があるので、まあ、そこはねちょっと欠点かなって思います。で肝心の値段なんですけど、結構高くて、この A6 サイズで700円プラス税、さっきの A4 サイズで1500円プラス税となっています。そして学生が使う B5 ノートも1200円とね、通常のノートよりも何倍もします。まあ、96枚と結構枚数はあるんですけどね、やっぱりね普通のノートとは違うので高くなってしまいますね。なので学生だと授業用ノートとかあると思うんですけど、それはねちょっともったいない感じがあると思うので、例えば特別なノート、日記帳とかに使うにはありなんじゃないかなと思います。でさっき言った文房具付きとかはね、ペンを楽しむノートとして使ってもいいんじゃないかなと思いますね。まあでも A6 サイズだと700円プラス税ということで、ちょっとは手に出しやすいんじゃないかなと思うので、試しに A6 サイズを使ってみてもいいんじゃないかなと思います。ということで今回はピカの CD ノートブックを紹介しました。気になった方はぜひチェックしてみてください。では今回はこんな感じで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。では